はい、どうもお疲れ様でございます。鍋でございます。本日は3月7日でございます。今日はね、どんよりとしてて、ちょっと小雨が降ったりと、あいにくのお天気です。いつもね、私ベストを着てるんですよね。この緑色が、仕事着なんですけど、で中にベストを1枚着て、で、ワイシャツというのが、普段のスタイルなんです。でベストはね、防寒のためもあるんですけど、ラーメン食うときにね、ベストを着てないでこのままワイシャツだと飛んでね、スープが跳ねてシミがつくんで、ラーメン食うときこう、それジップアップしてね、こう首までこう、ガードして食べるようにしています。なのでね、結構ベストを手放せないんですけど、今日はね、ラーメン食う予定もないし暖かいかなと思ってね、ベストを着ないでおったんですけども、ちょっとね、着なきゃ着ないで肌寒いかなというような新潟でございます。はい、まず本日の一杯、行きましょうか。はい、本日の一杯こちら、今日はね、ちょっとコーヒーやめました。はい、カゴメの野菜生活100の中からね、一応新製品枠ということで、たっぷりビタミン C、クエン酸ということでね、ピール&ハーブって書いてあるのかな、ね、こちらをね、飲みたいと思います。はい、なんかね、この手のものはね、いろいろいいことが書いてあるんでね、この辺書いてあるらちょっと読みましょうか。ひとつまみのハーブと、柑橘のピールですっきりと甘すぎない野菜生活できましたと。今までにない美味しさと驚きをお届けする、気分転換やリフレッシュに最適な新しい野菜果実ミックスジュースですということでね。はい、野菜ジュースというとですね、我々世代というと、同じこのカゴメさんから真っ赤っかのね、塩気のある野菜ジュースありますけども、大好きです。はい、でね、もうどうでしょう、もうさすがに20年25年ぐらい経ってんでしょうか。その後ね、その塩気のない、食塩無添加っていうね、野菜ジュースが出ましたけども、健康には良さそうなんですが、あまり好きじゃありません。はい、ということでね、これも、しょっぱくはないんでしょうけど、これはこれでね、またちょっと柑橘っていうことなんで、別物として飲めるんじゃないかなと思ってます。あ、酸っぱい。いやー、酸っぱい。うん、でもなんか目が覚めますね、これね。うん、ほんと気分転換にはいいですね、これ。はい、前からちょっと喋っていた、iPhone の4インチモデルの話ですけどもね、もうだいぶ具体的になってきてますよね、話がね。うん、で今日見たスマートニュースにね、載ってた記事によるとですけど、ちょっとね、外観についてはね、書いてなかったんですけど、おおむね中のこと、それと、発表日、発売日についてね、今日は記事載ってました。で、まずその気になる名称なんですけども、iPhone SE というところで、もうこれ決まりっぽいですね。うん、スペシャルエディションということで、こういう名称になるということのようです。はい。前は、5SE ということで、iPhone 5S Enhance っていうね、Enhance どうなるのか、Enhance なるのか、いわゆる iPhone 5S 改良型ということですよね。うん。ということだったんですけど、E が Enhance じゃなくて Edition ということで、スペシャルエディションを略して SE となるんではないかと、いう話がまず出てきました。発表なんですけども、日本では、3月22日に、発表されるのではないかということですね。現地では3月21日ということですので、日本では、日が変わって22日のいわゆる深夜、午前と言いますかね、に、発表になる。で、発売の時期、これについては
いろんな憶測が飛び交っているというレベルなんですが、この3月の末から4月の頭にかけて、その発売されるんじゃないかっていうのが今のところの話になってます。うん。でね、このスペシャルエディション SE なんですけど、もともとあった話では、まあ、5S をベースに、まあ、改良する、まあ、だからそのエンハンスだったんですけども、ただその今後すぐね、7が出る中で、まあ、ざっくり6ベースみたいな中がねという話だったような気がしないでもないんですけど、6S ベースという感じみたいですね。うん。だチップも A9 チップが入るという感じですし、あれは何？ボタン？ホームボタンじゃなくて、モニターも、圧力センサーみたいのが、搭載されると。というようなね、話です。はい。ですから、まあ本当今ね皆さんがお使いの 6S と同じようなスペックで、41モデルという感じになるんでね、これはちょっといいなと思ってます。はい。ただまあそうこうしているうちにまあ7がね、そのナンバリングシリーズとしては7が出てくるので、まあその時点でねもう1世代、まあ古い方という位置づけになってしまうのは、まあこれはでも仕方ないのかなという気がしないでもないですけどね。ただ今後はね、そのナンバリングのシリーズ、7のシリーズにも、4インチモデルっていうのがね、出てくれないのかなという感じがあります。はい。ですからね、まあちょっとこの SE、非常に興味が湧いてるんですけども、その7の時に4インチが出やしないかと。いうのが、まあちょっとまだ気になってるところですね。だすぐ買いますかって言われると、4インチ欲しいんですけど、その7の情報が出てから、まあちょっとこの SE は考えようかな、というふうに、まあ今のところは思ってますね。はい。ねえ、でも、まあ今までその4インチモデルをこよなく愛していた、ね、皆さん、まあ私も含めてですけども、現状ではね、5S が一番、まあ、高性能モデルという格好になるので、今回ね、その SE というのは非常にちょっと魅力なんじゃないかなと思いますけどね。まあ、現状5あたりをね、使ってられてる方、まあ、もうすでに6とか 6S に変えたのかもしれませんけど、それでもかたくなに4インチっていう方については、この SE はちょっといいタイミングじゃないかなと思ってますね。もう5から相当経ってますからね。4年とかぐらい経ってんですか？ちょっと、はっきり覚えてませんけど。ですから、まあ、買い替え時でしょうね。ただ、5S 持ってられて、まだちょっと4インチにこだわってるっていうね、私みたいな、方々には、まあ、SE もそうなんだけど、ちょっと7の動向も見たいかな。7に4インチモデルがラインナップされると、ちょっと辛いですよね。はい。ということでね、今回は、iPhone の4インチモデル、ね、ちょっとだんだん具体的に日付が決まってきたというお話でございました。まあ一頃に比べるとね、 YouTube の中でも、iPhone 新型出たから買いましたとかね、開封やりましたとかって少なくなってきているし、熱もねちょっと落ち着いてる感じがありますから、今更 SE の話されてもね、どうもピンとこないという方々の方が多いんじゃないかなと思うんですが、ただやっぱり4インチモデルにこだわってる方はやっぱりね、これは見逃せない、ニュースなんじゃないかな、こんな風に思います。以上、本日の一杯、こちらね、カゴメ野菜生活100ピールアンドハーブと iPhone の話でございました。